開通マジこれ今運命の分かれ道やけん本当にどうでよーと言うとあー人金目のものですどうも山田俊明でございます。一駅歩こう6月号、今日はだいぶ田舎の方にやってまいりました。広がる田園風景、今僕の周りではですね、おそらくこれ麦ですかね、奥の方の緑、麦がこっち雑草奥の畑ではね、さっき見たのね、麦の栽培があって、多分ここからね黄金色に、光っていくのかなという感じはしておりますが、今私がいるのは福岡県小郡市でございます。これが放送される6月にはなんと小郡鳥栖南スマートインターチェンジ開通今そのまさに現場入り口に来ております。見て、まだ今の時点では看板には緑のシートがかかっておりますが、よく寄ってみるとこう字の形でわかるでしょ。九州道 ETC 専用 9-1 小郡鳥栖南で、ここから左に行くと、高速入り口っていうことで、見てずーっとまだね、最終的な多分整備をしている段階だと思いますけども、いよいよ高速の入り口、この鳥栖ジャンクション近くですけどもね、新たにできるということになったようです。ちょっと行ってみようか。九州道すぐそこなんですよ。ちょっと移動してまいりまして、私の今後ろ車がたくさん通ってるのが九州道ですね。左側に走っているのが久留米方面、右に走っているのが福岡方面ということなんですけど、ちょっと右の方のね奥見るともうたくさん工場があるじゃないですか。あの辺りも鳥栖ジャンクションなんですよ。で、僕の奥の方に行くとですね、これも橋渡ると向こう側は佐賀県鳥栖市です。ということで、今日はスタートはこの、小郡鳥栖南スマートインターチェンジに来ましたけども、最寄りの駅小郡駅に行ってみようと思います。実は私ね、小郡駅行ったことないので、放送エリア外ではありますけども、小郡周辺を散策してみようと思います。ちょっとオープニング長くなりましたが、今日はここからちょっと移動して小郡駅周辺一駅歩きます。地域密着応援バラエティ番組、山田俊明の一駅歩こう。今月の一駅歩こうは地域のおもてなし薬局ファミリーガーデンペリカン薬局の提供でお送りします。超駅前ですけども気持ちよさそうです。西鉄小郡駅にやってまいりました。はい、ということで今日はこの駅周辺を散策してみようと思うんですけども、初めて来たんですけど結構賑やかで、今日はですね皆さんに大事なお知らせがございます。久しぶりに視聴者プレゼント持ってきました。先日ですね、ある方に、いただいたもの、これせっかくだったらこれ視聴者の皆さんに差し上げようかなというふうに思っていて、金目のものですなんで欲しいなという人はですね、番組内のどこかでキーワードを言いますので、そのキーワードを書いて応募というふうになります。ずるいでしょ。 YouTube の皆さん一気に最後まで見てもダメですからね。前編ぜひゆっくりご覧ください。あのわらび餅って書いてるやつ、おごりならではかな。いや昔、いや皆さんもなかったですか、こうほら焼き芋屋さんみたいな感じでこう軽トラックでこう売りに来るパターンでわらび餅があったんですよ。これね、私が住んでたあの福岡市西区下山と団地、よく来てたんですよ、わらび餅が。50円でこうもなかにパコって挟まってて、でこう中にわらび餅ときな粉パサーみたいな、早く食べないとこのもなかがびっちゃびちゃになるっていうパターン、その思い出が今ちょっとよみがえったんですけど、どうかな。わらびた、え、どういうこと、これもわらび餅、いいんですか、僕らの番組でこんなおしゃれなやつ。いいでしょう OK だったらちょっと聞いてみよう。こんにちは、
姫路が本店のお店でしたまあスタッフの方がただ大森の方だったんで、じゃあ他にちょっと歩いて行けるとこないですかって言ったら、で5分ぐらい固まってしまったんで、やっぱこれ自分で探すしかないですね行きましょうか。市役所どこだっけ。280m。 あ、後ろだねこれ。小郡駅でございます。続くね。だからまっすぐ行くとこれ天神ですよ。まっすぐ行くとなんか土地勘がないので、今どこに向かっているかが全くわからないんですよね。で今日はね、一応隣の駅というよりは、まあ、駅周辺を見てみたいなと今思ってるんですけど、シフォンケーキ、あ、これやってる、やってるのかな。こんにちは、すみません、あのちょっと通りすがりのテレビ局なんですけど、本当突然すみません。お店の名前は、はい、時色というお店なんです。何のお店なんでしょう。お店はシフォンケーキと焼き菓子のお店を、金土日の11時か19時、はい、週末限定みたいな感じなんですね。種類結構ありますね、これ。そうですかね。シフォンケーキが何種類？10種類、はい、出してて、フルーツサンドとか、シフォンケーキを、プレーンのシフォンケーキにクリームとかね、まあ、それは、まあ、日替わりとか週替わりとか。もともとここがタバコ屋さんで、50歳の日にやろう、これから楽しいことを、自分がしたいことをやろうって感じで始めましたね、思い切って。すごいね。いや、そこからこう一年復帰でやろうかな。ですね、やろう、なんかもうやろうと思って、はい、やりました。わーわー、素敵よ。ちょっと多分ね、これをやりたい人ってめちゃくちゃいると思いますよ、僕は。それまではどういう主婦をしてたの？それまでも一応なんかのレストランのデザートのところで、まあ、パートで、まあ、8年とか、そこでいろいろパティシエさんに教えてもらって、誕生日になんか作ってあげたりとか、そういうのをずっとやってて、美味しいからやったらって、そのなんか調子に乗りました。っていいでしょ、それは美味しいんだったら。その前は、その前は普通に営業事務やってました。ほら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 、まあ、パートがきっかけで今はもう起業じゃないですか、これって。そうですね、なんかもう結構50って折り返しじゃないですか、はい、でなんかこれからの人生をなんかこう、まあいろいろあるけど、まあ、楽しく好きなことをしていきたい、でもそれだけです。マジで今これ本当に需要がめちゃくちゃあるんですよ。完璧ですね、流れがね。本当ですか。だってそれでお仕事でスキルが身についたわけでしょ。ああ、そうですね。あとはだから物件ですよね。そうですね、かなり探して占いに行ったりとか、占いに行ったら駅に近い方がいいって言われてまさかのここがポンって上がってきたんですよ、そのサイトに、はい、うん、で、そこ行って、それこうなると、がぜんその占い師さんが気になってくるねどんな人なんだろうって、すごいですね。そうです、すごい人気ですよ。これご自宅でされてるから多分わからないですよ、紹介してもらわないと。うわー、ちょっと後で教えてください私もいろいろ悩んでますんで。早2年、いかがですか、事業のこの。うん、まあなんかやっぱりあのこう目立たないから、最初の1年は結構ちょっと厳しいかったですけど、今あの、まあ、口コミとか、まあ、選手がウェディングとかで、ああ、だからそういう需要があるんですね、まとめて。そうですね、まあ、口コミで知り合いとかの紹介で、ウェディングケーキ作ってもらえませんかみたいなので。もうケーキ大きいやつ、大きかったですよ、もうこんな30センチ、50センチのでっかいやつで。写真あります。ああ、あります、あります。うわー、すごっ、もうプロじゃないですかこれ。まあプロだけど
まあ、別にねその業務用の冷蔵庫があるわけでもなく、な本当に普通の冷蔵庫でやってるわけなんですね、うん、これもそうです普通の家庭だし、他のアイテム見ても普通の電子レンジがあって、でまあちょっと頑張ったら買える、うこういうようなキッチン器具があるんですけど、うん、やっぱりね強い思いがあったら今できる時代ですもんね。今後どうしましょう。そうですね、はい、めちゃくちゃ儲かったらカフェしてせっかくなんでちょっと私いただいてみてもいいですか、はい、そのなんか看板商品はありますか。チョコレート、抹茶、キャラメルくるみ。キャラメルくるみにします。どうぞどうぞ。あーもうほら断面見たら結構くるみのつぶつぶが目で分かるぐらい入ってるね。あーもうプルプルしてるよ、これプルプルしてる。ほらいただきます。うん、あっくらく。もちろんシフォンケーキの軽さっていうのは口当たりであるんですけど、やっぱ特徴はねくるみが本当にしっかり入ってて、なんかね、ほんと甘さは控えめで、やっぱキャラメルの風味とでそのくるみの香ばしさ、これがやっぱ際立ってるんですね。で口当たりはとっても軽やかです。で上田さん的にこの、まあ、もちろんねこう通りすがりでシフォンケーキ買いに来てもらえるのもいいと思うんですけど、はい、僕やっぱさっきみたいなちょっと一発大きい案件ドンみたいな、はいはい、発注がいいのかなってちょっと思っちゃったりしましたけど、一人なんで。そうか。なんせケーキのことなら一旦上田さんにぜひご連絡ください。嫌だそうです。いやいや地道に できる分はお受けします。はい、なんかこの規模感とこのスタンスがもう大好きです。それでは今回の視聴者プレゼント発表します。今回ですね、私ある会合の景品で当たりました。3000円分のギフトカードをプレゼントさせていただきます。応募するには私が言う3つのキーワードを全て書いてご応募ください。詳しいご応募方法は番組の最後でお伝えします。1つ目のキーワード、ラ、ラリルレロのラでいきます。さっきですね、時色の上田さんにおごり情報を聞きまして、七夕通りっていうところがまあ割と賑わってるんじゃないみたいなお話聞きました。小郡市役所です。でちょっとね、私もあの土地勘がなさすぎて、なんかどの辺歩けばいいかわからないので、なんかもし受付とか観光案内とかパンフレットとかあればいただいてきます。ちょっと待っててください。おかしいね。なんかね、入り口がちょっと暗いんですよ。閉まってるか。ですね。いや、車いっぱい止まってるからさ、あ、今日ちゃんと開いてんだなと思ったんだけど、まあ今日土曜日でお休みか。残念でした。今交差点でいうと小郡郵便局前交差点というところに来まして、結構大通りが交わってるんですけども、ここがさっき時色のシフォンケーキの上田さんに聞いた賑やかなところってここかなっていう七夕通りかっていうところになってます。ここのロードサイドはいろいろあるんじゃないんでしょうかっていうふうに言ってもらったんですよね。どっち行くこれ。あれ九州道です。あの上にかかってるトラックが通ったりしてるところ。山田と国ちゃんでじゃんけんして、山田が勝ったらこっち、国ちゃん勝ったらこっち、愛子だったらこっち。いい、一発よだけです。いくよ。最初はグー、じゃんけんポン、こっち行きます。マジこれ今運命の分かれ道やけん。本当に俺はねこっちに行きたかったよ。俺もそっちでした。お題じゃんけんで決めたけど、わあマジでこっちなんか歩く気が進まない。うずら、かわいい鳥、ヒメウズラの販売だって。
あそこにいるの。うずらってこんな字書くんだ。うずら。ここは無人販売所で多分タケノコが売られてたんでしょうけども、姫うずら販売。はい、もしもし。あ、もしもし、こんにちは。姫うずら販売されている方でしょうか。はい。あ、今ですね、小郡の七夕通りでちょっと看板を見つけまして。はい。今ですね、私はちょっとテレビの取材を散歩しながらしててですね。あ、そうですか。はい、わかりました。はい、すみません、じゃあ後でお伺いします。はい。はい、ですね、今電話をしまして、そんなに可愛くないと思いますけど、ただちっちゃい鳥がうじゃうじゃいるだけですっていう話だったんですけど、その光景見たいですよね。ただちょっとね、歩くと時間かかりそうなんで、一番最後にお伺いしてみようと思います。じゃあまた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 、天城レイルウェイ、天城レイルウェイカーテン付き。これ初めて見たかもしれない。天鉄、天城鉄道です。やっぱこの一駅歩こう的にはね、いろんな鉄道をご紹介したいんで、あんま取れたちゃんと。取れました。よし。ちょっと見れたらいいなと思ってたんで、よかったです。多分ね、このミシン屋さんも絶対こう自宅兼だよね、これね。です。聞いてみる。聞いてみます。あ、でもドッグサロンとかもあるよ。何？え？同じ敷地？ドッグサロン。あ、お隣さんね。ねえ、くにちゃん、そういうことなんですよ。今自分でこうやっぱ発信できるから、インスタとかなんとかできるから起業するんですよ、みんな。ちょっとお話聞けるか聞いてきます。OK いただきました。ね、めちゃめちゃおしゃれです。私が2代目だから、2代目の時はミシン専門だったんですよ、はい、けどちょっと息子が3代目がやった、こういうなんかちょっといろんなものを手掛けて。創業から数えるとどれぐらいになるんですか。もう70何年か、70、私が70年だから父の代からかもう80年ぐらいになるでしょうね。私ミシンに詳しくないんですけども、これもミシンですか。これはですね、ちょっと特殊なミシンで、革をよくスポーツ屋さんなんかにグローブを、はい、グローブをこう縫うでしょ、はい、だこの方向でこう縫っていくんです。こうなってこう回った。だからこれ発泡ミシンって言うんですね。四方八方にミシンが進むミシンです。あ、ここ書いてあるか、発泡、発泡ミシン。わかりやすい。この辺に並んでるミシンはちょっとまあ見覚えあるなっていう雰囲気あるんですけど、はい、例えばこの辺だったら天城からもう浮羽とかですね、こっちだと佐賀県内の近くとか、こっちは福岡市内ぐらいまでちょっと営業のエリアはあります。仕事エリア。今どれぐらいの方が持ってるんですかね、ミシン。家庭にですね、 100% はないけど、どんなでしょうかね、半数以上はミシンがあるでしょうね。あるのか。え、国ちゃんちある？あります。あるんだ。こっちが要塞をする教室を作ってるんですよね。大川先生がやりますけど、このスペース。あ、はい、ミシン屋さんで、はい、アイロンとかですね、ここで作ってもらいます。あ、要塞の先生がここに来て教えるんです、生徒さんを。ほら、今着てあるこのニット、はい、これはですね、このミシンで縫うんですよ。糸取り物語です、はい、これなんかあんまりすごそうには見えないんですけどね。そうですね、そのミシンとしてはシンプルだけどですね、はい、実演してみましょうか。ちょっと、あ、もしよければ、はい、生地が普通トレーナーの生地って裏側がこう、こうパイル地してて、はい、裏肝、あ、裏肝で、裏の方をこっちにあって、中表っていうんですね、これ中の方に表をこっちに入れるわけでね、うん、でこれでここを縫うわけですね、こうで、これで縫うとですね、あんまり見たことないかも、こういうこういうのも、もう一般的に今市場で出回ってるんで、ここでですね、でこれからはみ出た分は切るんですよ。これ切ってくれるんだ、これ。切ってくれます。うん、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 
と。おお、早い。ここで盛り上がらないね、この形がこう。おお。こういうことですね、だからね。そうです、はい。こういうことですよ。はい、ほら。で裏返したらこうだもんね。確かに。しかもなんかびっくりしたのが、あまりの生地切ってくれるんですか。切りながらなんで、これカットソーというやり方なんですよね。え、カットソーってそういう意味なんですか。そうです。このこういうのをカットソーって言うんです。知ってた。もうカットソーはカットソーで覚えちゃうよね、なんかね。だからこれをちょっとこうお教室で習えば、ね、自作で洋服を作れてしまうという、はい、こういったのができるわけですね。はぁ。でここはボタンの方です。でこれボタンホールってね、ミシンの中にこういう機能が備わってるんですよね。そっか、ここもよくよく見たらこれ塗ってますよね、これね。はい、これ。そうそう。でボタンホールのミシンっていうのも家庭用のやつの中にもあるんですよ。ちゃんと機能が、はい、そこをすると自動でシューッと塗ってくれる。全然知らない世界。ミシン。まあ、いろんなミシンがあるんですね。これはもう普通にここをほらここを縫い合わせて縫うと、普通のこう直線でこういったのをまっすぐこう縫うわけですね、はい、こういったのがこの直線縫いですね、はい、でこの2つを使うと大体主なものは縫えるわけですね。できるんだ。でこうやって、はい、でこれでこう縫いますよね、はい、でこう縫ってでここちょっとほつれを止めるためにこう一回返し抜いてるね、これ。こう塗ってやって、でここでこうまた一周してこう返し縫いして、でこれがですね、糸も切ってくれるんですよ。あ、切ってた。でこうやってこう裾の裾だ。はい。ズボンの裾。でここは二回縫うんですね、この下をこう。こうダブルステッチでこう裾の部分だけこうやって縫うんですよ。こうやって縫うとこう裾の部分になる。裾だ、はい、でこういう風になるわけですね、洋服の。おお2本あるあるある。でこれはですね、またこれ専用のミシンもあるんですよ。2本一緒に縫うやつのが、あ、一発で2本バーッと縫うやつもあるんですね。まあ、歪まないで縫えるようなミシンが、あのうちでそのワークショップで言ってこういうの作ろうって言って、大体2時間でからこういうのを作るような教室もやってます。はい。でもなんかおそらくですけど、やってるとミシン欲しくなるよね。まあそういうミシン。そういうことですよね。そうです。あ、じゃあこれあの本当に私が知らないだけで、結構ミシン需要ってあるんですか。需要ですね。こういったのをやっぱ体験してもらって、うん、まあ、もう知らない人は知らないからね、うん、ここにやっぱ来てもらって、あ、こういうことができるんだということでやっていただくように、まあ、体験をしていただくためです。確かにすごいな、これは。3000円分ギフト券、視聴者プレゼント、キーワード2つ目はわーおーんのです。あとは1つ何かな。さ、小郡市某所にやってまいりました。お待たせいたしました。姫うずら、さっきあの看板で見たじゃないですか。あのお問い合わせをした、さっき住所を教えてもらいましたんでやってきまして、そうするとですね、こちらなんですよね。一見本当普通のお宅に見えるんですけども、うずらの気配は特にありません。どうなんでしょうか。じゃあ早速行ってみます。あれ、小さい子取るのは俺だけでから。いやいやいや、あの姫うずらですよね。はいはい、あと看板に、はい、看板にありました。この中に、はい、いたいた。わあ、かわいい。かわいいじゃん。近くで見てもいいですか。どうぞ中入ってみてください。ありがとうございます。これうずらの卵、はい、ですよね。あの、うちわで買ってるとね、うん、慣れるんですよ、うん、あ、うちわで買ってると、ちょっとクリちゃん見える。こんな感じで
はい、かわいい。うずら。はい。で、この姫うずらをお父さんは販売してるんですか？そうです。全然想像つかないんですけど、いくらぐらいどこで買えるんですか？あのですね、もう私のとこ、我がとこで繁殖させて売ってるから安くね、暮らしてるんですよ。はい。うん。あ、いろんな悪い様子とかはもう1000円あたりでね、やってる。1000円？うん。だから、あの普通2000円、オスが2000円で、メスが30円もらってるんですよ。うんうんうん。何年か前なんかは、つがいで1万5000円とか6000円とか、あのペットショップで売ってたね。あ、ペットショップでもいるんですね。はい。これどういう方が買っていくんですか、ヒメウツラ。普通のご家庭が、はい、ペットとしてですね。あの1羽でね、買うともう、うん、手乗りみたいになって足元どん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 ついて、まあ、かわいい。懐くんですか。はい、1羽で買えばね。あ、じゃあお父さんがここで繁殖もさせて。そうです。販売してるんですか。はい。あそこで看板出してて結構目立ってたんですけど。あ、結構あのね、おごり市のね、はい、あっちが、SNS に出してもらって、遠いところは壱岐島とかね、熊本辺から山口からも来ます、たまには。はあ。いやでも、聞いたことある、うずら販売って。いや初めて聞きました。ね、普通ね、ペットショップでやってるけど、私はもううずらだけにしたんですよ。はい。ではちょっとだけ気になってるのが、あの卵がいっぱい無造作に置いてありますけど、はい、これはどうするんですか。これ、あの欲しい人がね、いるとか言うたり、あの、なんていうんですか、繁殖させるから、プランキーでするからって言って、うん、その時はこう、安く分けてる。あ、これ有精卵なんですね。はい。お父さんが食べてるのもある。たまにね。あの、普通の卵よりか美味しいんですよ。いや、本当かわいい。うずらの卵久しぶりに見たなと。なんかこれ買うときに気をつけることってあるんですか、うずらをお家で買うとき。こういうケースで買ったから、あのゴミ箱でいいわね。なんか水槽みたいな。はい。これはこの水槽にもみ殻？はい、もみ殻でもいいし、あのペットシートがあるでしょ、あれまでもいいんです。ああ。初めてです。おごりにヒメウズラ販売されてます。はい。今月の一駅歩こうは、地域のおもてなし薬局ファミリーガーデンペリカン薬局の提供でお送りしました。今回小郡駅周辺いろいろと歩いてみましたが、まあ、本当に言い方悪いですけど結構面白かったです。なかなか他で見ないものがありましたもんね。ヒメウズラしかり、ミシンしかり、本当に素敵な場所でした。さあ、ということでお待たせいたしました。今回はですね、こちら、じゃーん、ギフトカード3000円分視聴者プレゼントでご提供させていただきます。そんなに大きな額じゃなくて本当に申し訳ありませんけども、もしご希望の方はですね、応募いただきたいと思います。それでは3つ目のキーワード、チーということでございまして、ご応募はですね、私の X もしくは、おはがきでこちらの方に、メッセージをお寄せください。皆さんの住所、お名前、電話番号、それからお持ちの方はぜひメールアドレスも記載をして、こちらの方のキーワードをすべて3つ書いて応募ください。番組の感想なんかも添えていただけると嬉しいです。結構見てます。皆さんのたくさんのご応募お待ちしております。またお会いしましょう。さよなら。